日本大学から NHK スクランブルを期待させていただいております。スクランブルにしてくれれば契約しないわけですから、今のままの料金で NHK がスクランブルになったならば売上は半減する、契約数は半分以下になるという試算が出ております。今は受信料を払わない人もどうにかこうにか NHK の番組が逃げてしまいます。これは真面目に支払っている人にとっては不公平ですよね。 NHK ワールドという番組がありまして、これは世界中に向けて NHK が放送しているものなんですけれども、もちろん日本人から徴収した受信料で 映像を作り、番組を作り、それをただね、世界中の人に見せていると、これは日本人にとっての不公平と言えるのではないでしょうか。NHK は次にネットから金を取ろうなんていうことで、放送法72条を確定に変えてですね、ネット事業は NHK の正式な事業である。 というふうにしてしまいましたけれども、インターネットというのは通信であって放送ではないですよね。日本放送協会 NHK がネット正規の事業と言い張るところに無理があります。ネットにしてですね、日本人と同様に世界中の人間が NHK の番組を見れるようになっても、なおかつ日本人だけから金を取る気なんでしょうか。 NHK は 80% が NHK スクランブルに賛成しているという調査結果が出ますけれども、 NHK は固くなりスクランブル放送にしようといたしません。